北茨城市は関東の北部、茨城県北東部の県北地域にあるし、茨城県の最北端で、律令時代には東海道の最北端でもあった。20世紀頭になると、久原久之助が常磐丹田の運営に乗り出し、炭鉱町として発展した。炭鉱町の時期は高度経済成長期まで続いた。常磐線、国道6号、常磐自動車道が縦断し、 南の三戸島では 57km、日立島では 25km、北の岩き市、平良までは 38km、岩き市、小名浜までは 25km である。このため、県境を越えた岩き市との関係も親密であり、観光面でも、県内の他の市町村とよりも、岩き市と提携する傾向が強い。また、岩き市の小名浜以南では、 北茨城市の継承案内が随所で見られる。証券では、外して、日立や平への傾斜が目立つ。野口遊城の出身地であり、岡倉天心がめでた伊津浦海岸を抱えるなど、美的な継承地が多い。天心と信仰のあった、インドの詩人タゴールも訪れている。地域は北西に細い角を伸ばす三角形をしており、北が、岩き市、南が、高萩市、西の端が、 サメ川村と花輪町に接する。地域の大半は低い多賀山地の山林である。東に太平洋に面し、市街は海岸沿いの平地にある。北西部の花園山から花園川が南東に下り、海岸近くで大北川に合流する。大北川は西の高萩市から来て太平洋に注ぐ。北部では里根川が北西から南東に流れる。 花園山は分水嶺で山の西は岩木市の鮫川水系に属する四字川の上流部となっている。東日本大震災で被害を受けた大津漁港磯原地区が商業の中心であるが商店街が鉄道によって東西に分断されていること、店舗密度が低いこと、歩道や駐車場整備が不十分なことなどの要因から日立や対来購買力が流出している。 六角道消失後の様子を上げ得た方衛星通信所、ありがとうございます。